シェンムーに用意されているのは町や人々だけではありません。いろんな乗り物が用意されています。ここではその一つ、自転車を紹介してみましょう。リアリティの追求、それは自転車も例外ではありません。スピードを出すときは立ち漕ぎになります。もちろん下り坂では漕がなくても進みます。なんだかすごく気持ちよさそうですね。